はい、よろしくお願いいたします。えー、まあ、一休さんのどうか、えー、第3弾です、えー。悟ってみれば、仏も下駄も同じ木の切れっていう言葉です、えー。まあ、これはですね。あのまあ、非常にこう極悪非道と言われた大悪党であった。台場の神仁三郎という男がいたんですが、そのものが死んだで、そんな奴に。まあこう周りの者のはですね。葬式なんかやってやる。必要はねえ。とまあ、いうことを話して。いた その前を通りかかった一休さんがですね自分が葬式をやってやると言い出したとこの日は非常にこう寒い日であったまあ冬なんでしょうねまあそれで囲炉裏にはたきがないでまあ一休さんはおもむろに仏壇から木の仏像を取り出してそれをいよりに放り込んでですね暖をとった何時不審を抱くことながれ昔短歌という和尚は大をして寒天に臨時の木造を焼きたることあり我今 台場の陣三郎という真の仏を作らんというにいかでか仮の仏像を惜しむことあらん悟ってみれば仏も下駄も同じ木の切れであると、まあ、こういうふうに言ったまあ要するに「寒天」って、まあ、先ほど言いましたけど寒天っては寒い気候ということですね。でこれはあの葛藤集という,まあこう書籍があるんですがその中に「 丹下和尚は落葉のエリ林寺で厳しい寒さに遭遇していた仏殿の中の木造木の仏さんを持ち出して滝入にしてその日に当たったという院主がたまたまその姿を見つけなぜ私の寺の器物を焼いたりするのかと叱るとですね丹下和尚はですね杖で灰を払いながら私は器物を焼いてぶっしゃりを取ろうとしているのと。 仏,仏様の骨ですねを取ろうとしているんだと答えます。因子は再び器物になんら仏捨離などがあろうかと、まあ、こういうふうに問うと単価保証はですね仏捨離がないというならさらに二つの器物を持ち出して焼くので許していただきたいと、まあ、こういうふうに言った。と、まあその まあ眉毛が抜け落ちたらよくの中国の話では出てくるんですけど中国ではですね嘘をつくと眉毛が抜け落ちるとそういう言い方をすることがあるんですねそういうで子が嘘をついたということを言っている昨日仏さんを焼いた炭化和尚には何も起こらず因子には罰が当たった」これはどういうことなのかというこういう全文答だという話ですけど。 えー、一休さんは、えー、この話を持ち出して短歌和尚と自分は同じ気持ちだということを示している「えー、仏とは本当は何なのか決して木で、えー、仏の姿を彫ったものが仏というわけではないと」と今神三郎は死んで一切のとわれから離れ真の仏になろうとする時だ、えー、そこに差別があってはならないではないかと、えー、中国から日本にあの臨済衆を 永斎善治はですね京都に建仁寺を開かれましたこの時にですね親子連れのホームレスが来たで何か恵んでくれと、まあ、こういうふうに言ったその時、まあ、こうお金を持ってなかった英才禅師はですねお寺にある仏像を渡してこれを売って足しにしろと、まあ、要するにまあこう食い物にしろと、まあ、いうふうに伝えたといわれています。でそれに対してお坊さんがです、ね、せっかくこの仏像をこう納める お堂を建てたのにです、ね、中身を人にやっちゃったらどうしようもないじゃないですかと示せがすぎませんと、まあ、こういうふうに言ったそしたら英才前寺はですね死んだ仏さんより生きた仏さんだと、まあ、こういうふうに答えたという何が本当に大切であるか、まあ、そういうことを英才前寺は伝えたかったんだろう。でまたそここにはです、ね、こだわりていながら 一番いけないんだと、まあ、そういうことを、まあ、こう、享受したのではないかと思います。まあ、禅宗の、まあ、もの見方、仏像が一番大切だとは考えていない。仏像をなくしてです、ね、なかなか人はですね、他のものを拝むという気持ちにはならない。だから、そのための、対象物、で、まあ、そこに対象物があることによって、拝む、心が生まれる。本来、そういうものがなくても、他のものを拝む。 そういう心は持てたらいいんだけどもなかなかそうは思えないんで、まあ、手段として仏像というものを用いる、えー、最終的にはそういう対象仏がなくてもです、ね、全ての人にその気持ちが向けられるようにするそれが理想でありそれが本来いうまあ仏様の慈悲というものであろうかというふうに思います。ここれははは別にに仏像だけけののの話を言ってているわけではありません世の中の人はいろん世中人ろなことに関して こだわわりとかとらわれいいうものを持って生きてきます、えー、そういうものから離れるといかに生きやすくなるか、えー、そういうことを一休さんは教えようとしていた、えー、仏も、えー、下駄もですね同じ木の木でですね、えー、というふうに一休さんは言いましたが一休さんも我々もですね同じ仏性仏の才能を宿した存在であり、えー、それをこう信じることができれば ことそれが仏法であり善ということだそういうことを教えている、まあ、そういう言葉だというふうにご理解いただければいいかなというふうに思います。まあ、一休さんはですね、まあこうまあ、お地蔵さんにおしっこをかけていた、まあ、そういう逸話も残ってますけど、まあ、同じことようなことをまあこう言わんとしてるんだろうと、まあ、いうふうに思います。